選択肢をですね、何か、もらうとかですね、提案するとか。はい、こんにちは、広報の本田です。今回ですね、ご質問がありましたので、それについてお答えしていきたいと思います。現在、ハウスビルダーで住宅を建築中で引き出し直前だったのですが、窓の位置が違っており、協議中です。設計の段階から間違っており、会社側からは柱を一度引き抜いて、窓を移動させてから新設の柱を立てる。継ぎ手部分は添え針をつけて、既存の針と金物で連結し、強化すると言われています。設計の段階から間違っているので、柱を抜き、移動させることで構造計算が変わると思うのですが、問題はないのでしょうか。やはり出来上がった構造に手を加えない方が良いでしょうか、という形でご質問いただいております。はい、こちらに対する回答なんですけども、どちらにしてもやり替える場合は構造検討を再度お願いすることだと思います。どの程度のやり替えかは分かりませんが、正直許せる範囲や何かの妥協案があるのであればそちらを選択することも考えましょう。今の段階であまり触ることをお勧めできないのが正直なところです、という形で回答しております。はい、どういった経緯でですね、窓の位置が間違っていてですね、どういう風な間違い方をしていたのかというのはちょっと分からないんですけども、ハウスビルダーさんの方も直すという方法で、ことをですね、言っていただいているので、もちろん間違えたことはですね、問題なんですけども、真摯に対応されているんじゃないかなというふうに思います。でも、実際のところどうなのかっていうと、やっぱり、この方書かれている通り、最初から構造検討されるとあれば、当然柱の位置とですね、窓の位置変わったりするとですね、構造検討変わりますので、もう一遍構造計算していただくのが妥当だと思います。ただ、この方が心配されている通り、やっぱ正直ですね、多分もう、お日差し直前だったので、ほぼほぼ出来上がっている状況からですね、柱を触るとかですね、躯体構造部分を触るっていうのはですね、あまりやっぱり家にとってもいいことではないかなと思います。外壁の仕上げだったりとかですね、内壁の仕上げですね、当然窓も変わるってことで、今回柱のね引き抜きとかいろいろ考えていくと、やっぱり家にとってあまりいいことは正直はないのかなというふうに思います。なので、どの程度の間違いなのかとかですね、どういう思いなのかがちょっとわからないんですけども、触らなくていいのであればですね、何か妥協案を探してですね、触らないでね終わらすような選択肢をですね、何かもらうとかですね、提案するとか、いうのが正直いいのかなというふうに思っていますというところです。もちろん間違えたっていうのは、工務店側の落ち度なのでね、その辺はちょっと問題なのかなというふうに思いますけども、起こってしまったことで、じゃあどうするかっていうことを考えると、絶対やり替えましょうっていうのをですね、言いたいところだとは思いますけども、実際この方が書かれている通り、お家に人にはいいことないとはやっぱり思いますのでね、その辺の、妥協案なりも含めてですね、トータルで、工務店さんとゆっくりならできないかな。落ち着いてお話されてみたらいかがでしょうかというところです。答えとしてはあまり触らない方がいいんじゃないかなというのは、個人的な感想、意見だと思いますというところです。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が参考になりましたら、ぜひこの下のグッドボタンを押していただけたら幸いです。あとチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。